ビアイ、どうもバンビです。はい、ということでね、早速今日も撮っていきたいと思います。いいとも。今日はね、鼻の上にね、でっかいニキビができてちょっとテンション下がってるんだけど、いいかな。いいとも。いや、それにしてももう夜ですね。いいとも。ということで今日も動画見てくれるかな。いいとも。うるさい、うるさいよ。いいとも、いいともって自分の感情はないのか。グラさんとマイク持った男にホイ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 ついてって、お兄ちゃんそんなんじゃ夜も眠れないよ。ということでね、早速今日も撮っていきたいんですけども、本日はですね、久々にね、視聴者さんのリクエストに答えていきたいと思います。本日やる実写化はエミヤさんちの今日のご飯の鮭とキノコのバターホイル焼きというものを作っていきたいと思います。まあね、料理はもちろんね、めちゃめちゃ美味しそうに描かれていたんでね、しかも簡単だったんでね、今回はチャレンジしていきたいと思います。みんなもぜひ作り方覚えてくれ。ってことで早速やっていこう。本日使う材料はこちら、ディディン、この子たちを使っていきたいと思います。しめじ、人参、玉ねぎ、サーモン、ディディン。調味料はこちら、かっこいい塩、かっこいい胡椒、塩胡椒、これはねどっちでも大丈夫です。固形コンソメ、酒、バター、アルミホイル、マヨネーズ、醤油、本わさび、こちらを使っていきたいと思います。はい、では早速作っていきましょう。まずはね、こちらのサーモンの臭みを取っていきます。まずはね、サーモンを並べーの、こちら塩をね両面に軽く振ってあげましょう。さらに酒を少々かけていきます。はい、ということでこんな感じですね。そうしましたらね、こちらを5分から10分間放置していきます。続きまして玉ねぎを切っていきます。まあこんな感じですね。玉ねぎの使う量は半玉で大丈夫だと思います。続いて人参を切っていきます。まずはね、皮を剥いでいきましょう。気持ちいい。もう人参剥いてるだけで見ていて気持ちいい動画って作れそう。こちらは飼っているウサギにあげましょう。人参はね、このようにね、薄切りにしましょう。はい、続きまして、いよいよアルミホイルの出番でございます。まあこれぐらいかな。これぐらい大きいの、こちらに玉ねぎと人参を敷いていきます。まあバランスいい感じで、これぐらいかな。さらに根元を切ってほぐしたしめじ、まあこれぐらいですね。ディディン、そして本日の主役、鮭を乗せていきます。こちら放置していたものはですね、このようにダークマターが出ているので、キッチンペーパーなどで水分を取ってあげましょう。このようにね、しっかりね、しっかり取ったら、こちらの真ん中に鮭を置いてあげましょう。そして塩、胡椒、さらに固形コンソメ、こちらね、このように細かく砕いて乗せてあげましょう。そしてバター 10g、 こちらをね、てっぺんに乗せてあげて、こちらで下準備が完了でございます。いよいよ包んでいきましょう。これね、包み方も大事だから、まず両端を折る。そしてね、サイドをね、くるくるっと巻いていきましょう。こちらで完璧でございます。あとはこちらを焼いていきましょう。まああと1匹もね、食べなきゃもったいないんでね、同じ工程で作っていきます。それでは皆さん、心の準備はいいですか。まずは火を弱火でつけていきます。火を弱火にして、こちらを並べてあげましょう。そして蓋をして、15分から20分蒸し焼きにしていきます。はい、続きまして、焼き上がるのを待つ間にソースを作っていきましょう。まずはマヨネーズ、わさび少々、醤油数滴、こちらで混ぜ合わせてあげましょう。均等に混ぜ終わったら、こちらでマヨネーズわさびソースの完成でございます。はい、ということで、なんやかんやで20分程度経ったので開けていきたいと思います。もうね、めちゃめちゃいい匂いしてる。ということで、オープン。まあね、ここでオープンしてもね、まだ見えないんですよね。これは食欲をそそる匂いだわ。それで早速ね、取り出していきましょう。お皿をセットしまして、こちらを中央に置いていく。さあ、果たして中身はどうなっているのか。それでは感動の瞬間でございます。いきます、オープン。うおー、うまそう。これはうまそうすぎるな。ちょっとこちらも味がたっぷり染み込んでる感がすごいでございます。はい、ということで、完成です。鮭とキノコのバターホイル焼き、うましょう。見てください、この美しい鮭の色。このしんなりした野菜を見ればね、どれだけ味が染み込んでるかわかると思います。早速食べてみましょう。ということで、早速おわかりよ、うましかて。さあ、果たしてどんな味がするんでしょうか。ワクワクドキドキだぜ。このお箸を入刀する瞬間を、あら、柔らかい。ほら、もうちょっと押しただけでもうトゥルンって、トゥルンっていっちゃう。トゥルンって、うわー、ここ超うまそう。ここいっちゃいますか。いやいや、贅沢ですな。
じゃあこのね、極太の身のところね、ちょっといっちゃいたいと思います。あーもう柔らかくて ほぐれちゃうもう。はい、ということで、あ、参る。やばいやばい、味めっちゃ染み込んでる。うわ、野菜も柔らかい。ちょい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 待ってくれ、この簡単さでこのうまさはちょっともう反則ですわ。もうめちゃめちゃ味が濃厚、もうコンソメで野菜のうまみ、そしてバターで動物性のうまみをね、この魚さんが一気に吸い込んでるんですよ。だからもうなんて言うんですかね、まあ一言でまとめると、翼が生えてて魚の尻尾で泳ぐ畑にいるキリンみたいな、なんかもうなんかキメラみたいな、なんかそういう感じのね、うまさが詰まってるんですよ。これちょっとね、もう二口目いくにはもう僕もういっちゃいますわ。あれ、本日の相棒ももちろんこちら、ディディン、白米。このホクホクの米でこの鮭をいただきたいと思います。いや悪いねみんな、悪いねみんな、本当にこんな飯テロをしてしまって。いやね、野菜を乗せてこちら贅沢な一口でいただきたいと思います。いただきます。うまい。そして米、これうまいわ。いや本当にこの簡単さでこの美味しさやばいんだけど、マジで。続いてはいよいよこちらいっちゃいますか。マヨネーズのわさびソース、まあみんなに見せてあげますよ。のっけるとこだけね、こちらにこうやってのっけて、うわーこれも絶対うまいでしょ。こんなもん、ワクドキワクドキ。あああ、うまそううまそううまそう、いただきます。これはやばいですよ皆さん。うまっ、でめっちゃ合う。うん、これめっちゃうまい、やばい。口に入れた瞬間わさびの香りがふわっとして、ふわって消えるんですよ。その後マヨネーズの酸味がサーモンの甘さをより引き立てて、最後口に残るの甘いなんですよ。これはやばいんですよ。不思議だわ、怖いわ、ワンさん怖いわ。これどっちもうめえな、マヨネーズつけなくてもつけなくてもうめえわこれ。うん、うんうんうん、うま、あ、もうなくなっちゃうと思ったけど、おかわりもある。幸せすぎる。はい、ということで本日もね、アニメでも見ながらゆっくりと味合わせてください。すべての食材に感謝を込めて。ということで、いかがだったでしょうか。もうね、簡単なのに美味しいランキングベスト3にね、食い込みましたね。これはちょっとこのアニメはね、他の料理も作ってみたいなと思わせられる一品でした。ぜひね、作ると思うんで、チャンネル登録と高評価お願いいたします。はい、ということで、まだまだ他にも動画たくさんあるんで、関連動画や僕のチャンネルからぜひ他の動画も見てください。高評価とチャンネル登録お願いします。高評価とチャンネル登録お願いします。てことで、また会いましょう。またな。わぁ、なんなんだろう、この食った後に溢れ出るハッピーホルモンは。これを幸せっていうのかな。好きだわ。